はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーセイバーデラックス方針仮面演技ワンダーライドブックです。はい、第7話で登場した13の物語ワンダーライドブックの中心にいた方針演技モチーフのブックで、というかこれまだ日本で発売してないんですが、中国のイベント限定で先行で発売されて、 Amazon で普通に売ってるのでぜひ買ってレビューしてくれませんかっていう声があって見たら確かに売ってた。一応価格は3000円しましたが普通に買えるとは。そしてドラゴン方針演技に変身で、これはキュービの尻尾かな。方針演技っていうとジャンプ版を思い出す僕としてはダッキのキュービモチーフってことですよね。パッケージも思いっきり日本語表記で裏側にシールが貼ってあるのみですから、要は今後一般発売かプレ版かライダーストア限定か分かりませんけど、そういう形で発売するってわけですね。そして今回の本は真っ白なんだ。で、横側にはダッキの尻尾がダダダダッとね生えてるセイバー状態と、あ、でも頭部のさ、ここの色合いも変わってる。左側がかなり生物っぽいんだけど物語なんですよね。ではレビューしましょう。今週のセイバーでエスパダがこう剣舞をやるところで、中心によく見るとこれがありますから、ぜひ見直してみましょう。そして13の物語は13ライダーを表してるかと思ったら、本当に13個の物語ワンダーライドブックを表してて、要は僕的には今後それを集めていくって形になるのかな。あ、真っ白。そして表紙には3キャラクターが映ってて、これは誰だ？ダッキと太鼓坊とナタクかな。いつも通り中にはワンダーライドブック本体のみですね。真っ白いのっていうと01がありましたが、色味的にはかなり近いですね。もうちょっとクリームっぽいのか。では改めて方針仮面演技全体見回すとこうで、パールとかではなくてもうほんとシンプルな真っ白な成型色で、造形はいつも通りで、方針仮面演技と書いてあってライダー文字もありつつ、絵のタッチも変わってる感じで3キャラクターが映ってて、炎のリングとキュービの尻尾があって、なんかオーラ的なものも描かれております。で、ここにもライダー文字ですね。ではサウンドを確認しましょう。あ、普通に大塚さんボイス。中国限定アイテムとはいえ、サウンドもがっつり日本語ですね。この2音が鳴ります。セリフ的にはとある世界で神羅万象が織りなす奇想天外な戦いがあった。じゃあエスパーダで行こうかな。物語ですから一番端にセットして抜刀。待って、新しいやつ来た。童話って聞こえたけど、童話って言ってる。童話一冊か。もう一回聞こう。え？びっくり。普通にワンダーライダーで終わりかと思いきや。めっちゃ専用音声来たし。新しい感じだ。で、オレンジ発光。白発光じゃないんだね。ちょっと中華服的な左腕になってて、で、この輪っかが2本と、キュービの尻尾部分ね。それが肩アーマーっぽくなってるわけだ。へぇー。かっこいい。必殺は？新しい、とある物語だって。じゃあ、抜刀必殺。
プッシュ必殺。方針仮面演技でリード必殺。わあすごい。暗闇ではどう？あ、オレンジ発光してジャークリードジャークドーはちゃんと個別認識しますね。必殺。あ、ジャークドーだやっぱ。でこっからは共通サウンドか。じゃあパッケージ通りブレイブドラゴンで組み合わせようかな。はい、これでドラゴン方針演技に変身完了と、ちゃんと左腕が今回のものに変わってますね。方針演技じゃなくって、とある物語だから、そこはあれなのかな？共通音声になるのかな？バット。たまにある頃閉まっちゃうやつ。あとは普通にワンダーライダーでとある物語でいつもの共通音とか必殺共通音が流れるわけね。あとはイーグルストームとかを使って三殺変身なんかもいけますよね。はい、そうなるとフォームチェンジ音プラス増殺でとある物語ですね。やっぱ増殺方針演技じゃないんだ。そして3冊連なった時のこの統一感、なかなかこれブレイブドラゴンっていうかセイバーとの相性いい感じっすね。で3冊1冊とかもいけると。いや、これは今後、13冊の物語ワンダーライドブック集めが、僕のコンプリート欲を刺激しそう。って感じで意外にも新しいサウンドを楽しめましたが、現状中国のイベント限定アイテムってことで、おそらく今後日本にも導入してくるんだと思いますけど、どういう形の販売方法かが気になりますし、とりあえず本編でちゃんと登場がすでに確認できるのが良かったですね。それか早めに欲しい方はネットを探せばおそらく3000円ぐらいで買えると思います。以上、仮面ライダーセイバーデラックス方針仮面エンディワンダーレッドブックの紹介でした。